佐渡市赤泊港で4年ぶりに再会したのは、新型コロナウイルスの影響で去年までは中止となっていた日本海海上大相撲です。ずっとできなかった3年間、本当になんか寂しい気持ちがありましたね。4年ぶりの開催となった今年は、個人戦や団体戦などに市外からの参加者も合わせおよそ150人が出場。足場の悪い会場に浮かぶ土俵での夏場所は白熱した取り組みが相次ぎました。初めてだったんでとても楽しかったです。本当に恐怖しかなかったけど、それでもみんなとやれたってことが嬉しいし、4年ぶりだったんでとても最高でした。来場者も拍手を送りながら熱い取り組みを観戦し、夏のイベントを楽しんでいました。